ジョアンデ・バロスは、ポルトガルのリウィウスとも呼ばれるポルトガル最初の偉大な歴史家の一人であり、インド、アジア、東南アフリカのポルトガル人の歴史を記した著書、アジア史によって最もよく知られる。バロスは、ポルトガル王マヌエル一世の宮廷で教育を受け、20歳、あまりの時に、騎士道物語、皇帝クラリムンド年代記を書いた。この書物は、ジョアン王子の援助を得たと言われる。 即位した、ジョアン三世は、バロスにサンジョルジェダ・ミナ城のカピタンモールの地位を与えた。バロスは1524年に就任した。1525年、バロスはインド朝の会計官の職を獲得し、1528年まで、その地位にあった。1530年に、センペストの流行を避けて、リスボンからポンバル近くの故郷へと逃れ、そこで、教訓的な対話編。 ロピカプネウマを完成した。この書物はフアンルイース・ビベスに称賛された。1532年にリスボンに戻ると王はバロスをインド庁の大弁人の役につけた。この職務はリスボンがヨーロッパの東方貿易の中心だった当時においては責任が大きく重要性が高かった。バロスは勤勉で当時にあっては珍しく精錬に職務を遂行し、 優れた管理者としての手腕を見せた。前任者たちがその地位を利用して蓄財するのが常だったのに対して、バロスはほとんど利益を得なかった。当時ジョアン3世はブラジルへの入植を促進するために植民地をカピタニアに分け、バロスにはマラニョンのカピタニアを与えた。バロスは二人の協力者と共に10隻からなる艦隊を準備し、 各船に900人を乗せ、1539年に出版した。水先人の知識の不足によって、艦隊の船はすべてが難破し、その結果バロスは重大な損失を被ることになった。善意の印として、バロスは探検中に死亡した人々の負債を支払った。バロス、ポルトガル語文法扉この時期にも、余暇を見つけては、研究を続け、 ブラジルでの災難の少し後に、インドでのポルトガル人の歴史であるアジア史を書くことを提案し、王は承認した。バロスは直ちに著述を開始した。その他に1539年以降、第一巻が交換される前に2種類のポルトガル語文法書及び数冊の対話編を出版した。バロスの文法書は、フェルナンデオ・オリベイラのものの次に古いポルトガル語文法書だった。 アジア氏の第一編は1552年に現れ、反響が極めて高かったために、王はただちにマネル一世の年代記を書くことをバロスに命じたほどだった。しかしバロスは様々な職務についていたためにその任務を引き受けられず、代わりにダミアンでゴイスによって書かれた。アジア氏の第二編は年、第三編は年に出版されたが、 第4編は未完成で残され、バロスの没後かなりの時間を経た1615年にようやく出版された。アジア史はインドとアジアにおけるポルトガル人の早期の歴史が記されており、東洋の歴史学者や地理学者及びポルトガル人による記録に関して注意深く研究がなされている。この書物は明晰な説明と秩序のある配列を特色とする。 また記事は生き生きとしており、例えばビアンタナオが、ポルトガルの中マラッカ大使らを煮殺してその死体を犬に与えたことを記している。ディオゴデコートは、アジア史の続編9編を書いた。1778年から1788年にかけて、リスボンで14編をまとめて、ダー、アジアデジオデバロス、ドスファートズクオスポーチュギーズファイザーウームのディスクーブリメント、 イ・コンキスタドス・メアーズ、イ・テラス・デュ・オリエンテとして審判が出版された。この版には、歴史学者、マノエル・セベリム・デ・ファリアによるバロスの生涯と全巻の、詳細な作品が付属する。日本語訳、ジョアン・デ・バロス、アジア氏、池上ミ,ミネオ、イ田タ・シ役、岩波書店、大航海時代総唱大通記、1980から1981。 1568年1月に、バロスはインド庁から退職した。セバスティアン一世からフィダルゴの地位を授かり、恩給及びその他の金銭的報酬を受けた。1570年10月20日に没した。ありがとうございます。